皆さんこんにちは。中島ナビ塾の中島です。この動画は私が開発した速読法、30分で本を読んで2分間紹介するポストイットリーディングを実際に用いて、この動画の中で本を紹介していきます。今日はですね、これです。落合陽一さんと猪瀬直樹さんの日本2021-2050、データから構想を生み出す教養と思考法、この本を読んでいきます。はい、では早速30分タイマーを動かしてスタートです。30分経ちましたので、これから紹介していきます。では2分タイマーをセットしまして紹介します。今日紹介する本は落合陽一さんと猪瀬直樹さんの日本2021-2050です。この本を一言で表すとですね、教養の入門書です。この中にはですね、公正合わせっていう話よりはですね、日本を学び直そうと。でなぜ学び直すのかっていうとですね、失われ、平成失われた30年って言われてますけども、それはビジョンがなかったからであって、今後アップデートしていく必要があるよって。でそのためには視点を変える経験だったりとか、やはりそういう学び、どういうようなビジョンを作っていくかっていうことが大切だと。でじゃあなんでっていうとですね、要は普通っていうのが作り上げられてきたよねと。ナショナリズムっていう、要は日本といえば富士山だよねっていうのも、ある種刷り込まれたイメージですよと。でマスメディアとかを介して、この中で出てきたのはドラえもんが例に載ってたんですけど、要は土管とか裏山とか空き地とか、ああいうのが日本の原風景みたいな風になってしまっているのは、そういったマスメディア、テレビとかの媒体の影響だよねっていうふうに書かれてます。で、要は3つあって、1つは均一な教育、2つ目が年功序列と住宅ローン、で3つがマスメディアと。そういったものによって自分自身というよりは誰かの普通っていうのが自分の普通になってしまってるよねっていうところなので、それをどう自分らしく、自分でどう決めていくかっていうのを、するためにはやっぱ学ぶ必要があるよねと。で学ぶのは何学ぶのっていうと、歴史やデータ、論理的な日本語能力、時代に適合した文理、文学と、理科の理ですね、文系理系問わない教養っていうのが必要になってくるでしょうということです。で他にもその行政についてっていうのも書かれていまして、特にですね、これは、やはり20代をもう少し続けます。20代30代、もちろん40代50代も含めてにはなるんですけども、特にその若い方の、教養として読んでほしいなっていうふうに思います。これを読んだからといって、仕事の効率が上がるとかそういう話ではないんですけども、もちろん、この先々、40、50になったり管理職になったりっていうふうに上がっていくと、やはり教養っていうのはとても大切になってきますので、直接関係ないよっていうふうに思わずに、やはり歴史であったり行政であったりとか、今直接自分が感じていないようなもの、そういったものを読んでいって学んでいってほしいなと思います。でそのためのヒントっていうのがこの本の中に書かれているので、教養の入門書だというふうにタイトルをつけました。
で、ですね、まあ、落合陽一さんも私も好きで、第1回の読書会は落合陽一さんの、日本最高最高計画でした、これか、最高戦略でした。これを読んだで、これとまあ共通点っていうのはもちろんあるんですけども、私の好きなですね、ここに特に前半の部分、ポジションを取れ、批評家になるな、フェアに向き合え、手を動かせ、金を稼げ、画一的な基準を持つな、複雑なものや時間をかけないと成し得ないことに自分なりの価値を見出してめでろ、あらゆることにときめきながら、あらゆるものに絶望して期待せずに生きろ、明日と明後日で考える基準を変え続けろと。私がこの YouTube を始めたっていうのも、まあ、ポジションを取って、で実際に自分の手を動かしてやってみて、それでどうなるかと、まず私自身がチャレンジしていくっていうことが大事だろうなっていうふうに思って始めて、いますので、ぜひですね、まあ、まずこの本を読んでいただいて、普段読んでないようなものであったり、普段本を読まれている方にとってもぜひこれはご一読していただきたいなという本でした。はい、今日の動画はこれで、終わりにします。ぜひですね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。